はい、こんにちは上部、えー、朝倉学校第7回、えー、2週目2日目、えー、3月10日、えー、後半です。で前半の、あのー、千葉県公立高校入試の,その倍数の問題の、えー、最後の問題から高校で学ぶ、あのー、組み合わせという発想や二項定理というものを そのまあ、中学の勉強が高校につながっているという話をこれからしてまいりたいと思います。それではいきますね。えっと前半の最後にあった問題がこれでした。1枚のコインを1回投げるごとに表が出れば箱 A を使い裏が出れば箱 B を使うこととするはじめに4個のビーダーも用意し1枚のコインを4回投げ 箱 A 箱 B を合計4回使う時、えー、そ最初に取り出した B 玉最後に取り出した B 玉の数が100 1,000個を超える確率を求めなさいということでそれで、えっと、コインを4回振った時のそのコインの出方を考えてみると表を丸、えー、裏を×とすると、まあ、目の出方は1回目について丸か×かの2通りと2回目について丸か×かの1通り。 3回目について丸かばつかの2通り4回目について丸かばつかの2通りで16通りの組み合わせがあるというふうに言いましたでそれをもとに計算しましたねでこの、えー、コインを4回振った時の裏と表の出方が16通りあるというものをもうちょっと深めてみたいと思いますはいさてサイコロをえー 2回振った時表を丸裏を×としますよでそうすると2回振った時の目の出方は丸丸か丸×ツ×バツ××バツバツの4パターンですねじゃあ3回振った時はどうでしょうか丸丸丸バ×丸×ツ丸ということで 2×2×2 で8通りの組み合わせがありますで4回振った時にはこんな形になります で先ほどの問題でやったようにその結果的に丸が何回何回あったかという回数でまとめてみるとこれ丸が2回が1つですねで丸が1個ちょっとライトが落ちますねまあ見えるか丸がえ1個のやつが2つですで 丸がが個個もないだけのやつが1個ですじゃあ3回振った時はどうかというと丸が3回のパターンが1パターンで丸が2回のパターンが3パターンそして丸が1回のパターン×が2回のパターンが3パターン出方の数でいうとこれ1パターンですね4回は先ほどの問題前半の問題にあったようにこれが1パターンで丸がす 3つ出るやつが4通りあります。で、丸が2つ、×が2つのやつが1、2、3、4、5、6通りあるんですね。ここ6通りあります。6通り。で、丸が、えー、と1 2,、2、3、えー、丸が1個で×が3つのパターンが4通りあります。で、最後が。 あの罰だけのやつが一通りですね。さて、えっとこの二回の時に一二一、三回の時に一三三一、四回の時にまあ丸が四個のやつが一、丸が三個のやつが四、丸が二個のやつが六、丸が一個のやつが四一。この一二一一三三一一四六 四一というものの規則性がなんかありそうですよね。なんとなく規則性がありそうです。でこの規則性を考えたのがパスカルという哲学者数学者です。で非常に実は小学生でも。すぐに計算できる面白い計算の方法をこれについて思いついたんですが、これとこれ。パスカルの三角形という考え方です。パスカルの三角形。 でまあ、2回サイコロ振った時の、えー、は121とさっきの数字が出てきました3回サイコロ振った時は13314回の時は 1, 4, 6, 4, が見事これどういう計算かというと最初に11と書きます、まあ、これ1回1回振った時に裏か表かで、えー、裏だけ表だけが1回。 1> 1という意味ですねで2回サイコロ振った時にの計算の仕方としてはこの1はそのまま横に出すんですねそしてここは合わさった数字1と1は合わさった数字を2と置く計算するんです次3回振った時にはこれまた1は外に出しましてこれ1と2が表されますから3になります3になるとで次4回振った時には1はそのまま外に出して1と3が表さるから4で3と3が表されるから6えー こ,これで、これ3と1だから4、これ1で、で5回振ったときには、えっと、1、5、10、10、5、1になります。で、この規則的なパスカルの三角形の発想法で、実は高校の数学につながる発想ができるんですね。で 今日これから言う話はまあ特に小学生中学生の皆さんは完全に理解できなくてもいいですあのただ先ほどのこうコインを4回振ったという日常生活的なイメージができる問題が高校数学につながってるんだなということを感じていただければと思いますそれでは実は高校の数学に行くと二項定理というのも学びます A B の 2乗あ n 乗 A プラス B 括弧 n 乗をかけたものを展開した時にはこのような記号で表される式になるということですね。でこの C というのがよくわからないですよね。まあ中学でまあさっきから何度も前半で言いましたようにえ例えば A を n 回かけることを A の n 乗とまあこれはなんとなくわかる。 でこれは a の n-1 回かけて b は1回かけるという意味ですねさてでこの式に実はまず中学で学んだ a プラス b の2乗というのは a の2乗そしてこのこれに相当するものが実は2になるんですねで ab でプラス b 乗になりますでこれ中学にあ高校に行くとやるんですけど a プラス b の3乗は a3 乗プラス 3a 次乗 b プラス3 a b 二乗プラス b 二乗になります。これどうやって計算するかというと中学であったこの計算が二乗までできましたので、2この二乗の式ともう括弧 a プラス b を掛け合わせてこうまあこうかって順に計算してきてまとめるとこうなるんですね。でこれが出ます。そうそう a プラス b の括弧の三乗が出ますので、それと a とプラス b を計算してこうこれ展開してこう全部まとめていくとこうなるんです。 でここで気づいてほしいのはこの式の係数です。1211331146415乗までやると15101051パスカルの三角形にぴったりと合ってるんですね。そして先ほどの前半の問題であった、えー、サイコロを持って 裏の出方の数の場合の組み合わせ場合の数とピタリ一致してるんですさてそれでえっとこの二項定理というものの中のこのコンビネーション N0 と読むんですけどコンビネーション N1 というもののまあ意味がなんとなく分かるとこまで今日えいきますこれをさらにるととすとまた あのちょっとあの時間がかかるのでなんとなく高校の勉強というのはこんな感じのことを学ぶんだなということを感じていただければと思います CN0 というのはこういうことです N 個のものから R 個を選ぶ組み合わせのことをコンビネーション NR で示しますここれまあこう一般化するとううういうふうに 抽象的な記号になってしまうので、ちょっと分かりにくいので、具体的に4という数字で考えてみましょう。4個の中から、えっと、4個を選ぶ組み合わせ。で先ほどの,そのコインの出方でいうと、とにかくコインを4回振ると。4回振って、表が出ることを選ぶとします。で、4回表が、4回振った、コインを振ったもののうち、4回とも表が出る。 組み合わせは一通りですね全部丸るということになります。で次、回4回振ったもののうちから3回表が出る確率、これ×をあえて消してますけど、はこういうふうに出るか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 ですから、数えれば4通りと分かります。で同様に4個の中から2つを選ぶ組み合わせは、つまり、 表が1回目2回目出るのと1回目3回目出ると1回4回出るのと2回3回目で出るのと2回4回目出るのと3回4回目で出るので6通りになりますからコンビネーション4、2は6になります。で次コンビネーション4、1は4回の中で1回だけ表が出るのも4通りです一1回目に表が出るか2回目に表が出るか3回目に表が出るか4回目に表が出るかで4通りです。 で0回というのは×だけだったという意味ですのでこれは一通り×だけだったという意味で一通りですそうするとこの実はこれがいわゆるパスカルの三角形の順番になってるんですねさてででこのコンビネーションの計算の仕方なんですがある特徴の計算がありまして、えっと、こ,のこの数字をまず分子の方はこの4という数字からスタートするようにやりますで この4から順番に、あのー、数が自然数が下がっていって順番に4個かけるんですねこれ4個かけるそして分母の方は、えー、この4321という4から始まって、まあ、4個かけるとそうするとこれ1になりますねで次この4の3の時は4から順番に3個目までかけるというのが分子の方になりますで分母は 3, 2, 1とけるんですねでそうするとこれ計算すると4になります次コンビネーション4の2は4から2つ分分子にかけますよと43でこれは21ですこれあえてちょっと上と対称しやすいように空白にしてますけど普通計算するときは別にこういうふうに普通に分数を計算すればいいんですけどこれ6になりますで次4を1回かけて これででですので4ですのこれちょっと0となると定義できないんじゃないかという,ふうに思うかもしれないけどこれはあまり気にしないでください1となります、はい。つまり全部×だけ選ぶ通りは11一通りですので。ということで、えー、っとサイコロの目の出方のパターンというパターンの中でえー まあ表が出るパターンの表が出る回数とそのパターン数の考え方というまあこう実感できるこれ実感できますよねあの実際列挙できますという話をパスカルという人が非常にこれも直感的に分かりやすい三角形の計算として表記しそういうことをベースにしながら実はいきなり この式が出てきたら、まあ、びっくりしてしまうと思うんですがこの難しそうに見える高校の公式も実は中学高校入試でやった先をあのコインの、えー、投げる枚数の問題やそれからパスカーの三角形みたいに分かりやすい、えー、このパターンの数字が背後にあってこの式が出てくるというふうに押さえていただければ決して高校の数学は いきなり難しくなるものではないと、えー、中学の実感の延長線上に高校の数学はあるから是非中学高校と数学を楽しんでいただければというふうに思います。はいということでえあっそうだ今日、えー、ちょっとあの1回実は収録してそれがちょっと間違い一つあったんで収録し直してるんですがまあやはり 本日、実は議会船橋的には重要な動きがありまして、船橋保健所で RTPCR の,ノロウイルスの新型コロナウイルスの遺伝子検査が行われることが、明日から行われることになりました、これは私が2月25日の市議会で求めてきたことなんで、一歩前進ということで、まあ、対策が進むことをまたこれからも言い続けてまいりたいと思います。 はい、それで明日はあの3月11日ですので、東日本大震災の日でありますので、理科の地震の分野のことを前半にやりまして、後半では、その船橋における9年前の3・11の様子がどうだったのかも含めて、その3・11の話を掘り下げていきたいと思います。はい、いごご聴ありがとうございました。